皆さんこんにちは。イナマク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆さんはサブスクリプションってご存知ですか？永続版といって買取ではなくて、まあ、年払いとか月払いをしながらオフィスを使うなどもその一つになります。最近ね、名前が改名してオフィス365ではなくマイクロソフト365などになりましたね。これで、まあ、購入しようかどうしようかなって迷ってる方は結構いらっしゃるみたいなんですね。自宅ではそんなに必要ないなという方がどうしようかなと迷ってる感じでした。そんな方にね、いくつかご案内をしたいと思います。これは Mac だろうが、それから Windows だろうが同じになります。一つは、この間ね、うちの教室にも受講にいらした方にご案内したんですが、Google のアカウントを持っていれば、Google ドキュメントやスプレッドシートやスライドなどが無料でインターネット上で作成することができる。この作成したものは Google ドライブという保存箱の中に保存をされています。なのでそこから共有をかけて Windows ユーザーの Office が入っているパソコンに入れると、すごく凝ったものを作れば多少崩れる可能性はありますが、見てもらうことはある程度可能な Google のドキュメントでしたら Word に変換するなどのようなことができるようになるんですね。これ無料なのでぜひ知っておいてほしい機能になります。こんなようなものがたくさん他にもあるんですが、今回はね、そうではなくて、もともと Windows に Windows 10であれば搭載されている WordPad、 これを利用することで Office がないパソコンでどうやって文章を作ったらいいのかをご案内したいと思います。今回作成したものがこちら、こんな感じになります。文字にそれから画像を入れたり、それからね、この間に Excel のデータを今回入れてみました。これは Excel のファイルがないともちろん作成することはできないんですが、 WordPad でね、ここまで計算式なども挟み込むことができるということを割と知らない人が多いみたいなので、今回簡単に作成をして、そして皆さんとシェアをしてまいりたいと思います。では実際の画面の方をご覧ください。まずワードパッドを新規作成いたします。左下にあるスタートボタンをクリックします。するとワードパッドね、使ってない方はここに表示されていないと思いますので、ワードパッドというのは Windows のアクセサリーの中にあります。なので Windows ですから W を探していきます。スクロールをしてもいいし、一番上にある最近追加されたもの、これをクリックしていただいて、そしてこの表示になりましたら W ですね。 Windows なので W をクリックします。するとここに Windows アクセサリーがあります。 Windows アクセサリーをクリックします。この中の一番下にワードパッドがあります。これをクリックします。するとドキュメントワードパッドが表示されました。ここにパッと見てわかるように文字を入力して何かをしたり、それからね、写真画像などを入れたり、それからワードパッドをしながらペイントなどを書いてみたり、日付やオブジェクトを入れることができます。詳細はこの後解説をしますね。ではまずはじめにページ設定を行います。ここにはタブがホームタブと表示タブしか今ないんですが、ページ設定できないわけではないんですね。ファイルタブを開いていただいて、この真ん中の下あたりにページ設定があります。ページ設定を開けると、ここに A4 からいろいろなページ設定をすることができるのが確認できますね。今回は A4 でいいと思います。向きを縦や横にすることもできます。今回はこの縦のまま OK をクリックします。では文字を入力をしていきます。一番最初に同窓会のご案内では右側に日付が入っていました。なのでこの日付と時刻の挿入をクリックします。するとここに
どういう形式の日付にしますかと聞いてきます。まあ、今回は2020年10月20日、これにしたいと思います。OK ボタンをクリックします。するとここに日付が入ったのがわかります。ではエンターキーで一度開業をして、この10月20日は右揃えにいたします。段落グループにある右揃えをクリックします。では今回はここまで文字を入力をしてみました。ではレイアウトを整えてまいります。まずは同窓会会長と稲川玲子、こちらは右揃えにいたします。この場合は段落グループにある右揃えでもいいし、コントロールの R を押すことで右揃えになります。同じように今度はタイトルは中央揃えにいたします。この2行を選択して中央揃え、もしくはコントロール E で中央にいたします。敬具は右揃えですね。そして気が気の気、これは中央揃えにいたします。以上も右揃えにいたします。ここまで来たらだいぶ文章らしくなってまいりました。次に文字全体を選択をして、今回は文字の大きさを少し大きく12ポイントにしたいと思います。ただし同窓会のご案内に関しては一番目立つタイトルになりますので、こちらは18ポイントぐらいにしたいと思います。そして文章全体のフォントを、今回はフォントファミリーの中から HG マルゴシク M プロにしたいと思います。この場合、このワードパッドの場合は一番最初にこの A というのがあるんですね。これは何かというと、文字を縦書きにした時にね、使う縦書き用になります。こちらは今回は使わないので、ちょっと下の方に行って、アットマークを避けて、この HG マルゴシック M プロにいたします。こうすることで、少し丸文字にすることができて、雰囲気がだいぶ変わりましたね。では最後の気書きの部分、ここに関しては箇条書きの設定をしたいと思います。この箇条書きの開始、もしくはこの三角の中を押すと、まあいろいろな箇条書きが他にもあります。今回は黒丸でいいので、こちらにいたします。ではここまではワードと変わらないですね。ではペイントの図形というのがあるので、これをちょっと試してみようと思います。ペイントの図形をクリックします。すると、このようにペイントが起動してきます。わかりやすいように画面をこのようにいたしました。では、どんな感じになるのかちょっと試してみたいと思います。今ね、ブラシになっていて、今回はじゃあエアブラシにしてみたいと思います。それで、シュッとやると、ワードパッドの方にスプレーがされたのがわかりますね。ちょっと戻しますね。ペイントなので水彩ブラシや油絵、クレヨンなどがあるんですね。では色を黒ではちょっとあれなのでピンクにして太さを少し細くしてみます。そうするとこんな感じで連動しているのがわかりますね。なので、まあ、ワードパッドの中にペイントの絵をちょっとパパッと描いてみて、そして挿入することができるというものです。ワードパッドの方には図形はないけれども、ペイントの方にはね、このような図形があるので、こちらで描いたものをこのようにペイントの方に入れることができます。では、ペイントを保存もしないで、バツで閉じたいと思います。するとこのようにワードパッドの方にペイントで描いた絵が綺麗に挿入されたのがわかります。こんな風にして使うんですね。では今度はオブジェクトの挿入をしてみたいと思います。ここにはアクロバットや他にもフォトショップ、イラストレーターなどの、まあ、アドビ系とか、それからまあ、そもそも今回のテーマはオフィスがないというテーマでやっているんですが、実はね、Excel のワークシートも挿入することができるんですね。では、Microsoft Excel ワークシート、これを OK します。すると、このように
ワークシートも挿入されています。今右側の方は斜線になっているんですが、これ連動しているのでやってみますね。では同窓会のご案内なので、会費の内訳をエクセルでつけてみたいと思います。会費内訳としてエンターを押すと、このように会費内訳と連動されたのがわかります。では荒木先生への手土産その他としたいと思います。少し幅を広げてすると、こちらも連動されています。まあ、はがきがまあ適当に今回100円と分かりやすく入れて、先生の手土産3000円サム関数を入れます。すると5000円になりました。では円マークをつけて、こちらは3桁ごとのカンマを入れます。どんどん連動しているのが分かりますね。ではここには線を引いてみたいと思います。文字を大きくして、線はその他の線から点線を選んで自動にして OK を押します。ではワークシートの方をこのようにつけてみました。計算式が得意なのは Excel ですよね。なのでワードパッドには表もないので、 Excel の方でこのようにデータを打って、そしたら Excel もペイントと同じように保存もしないで閉じてしまいます。では×ボタンを押します。解除をするとこのように Excel のデータが入ったのが分かります。ではもうちょっと追加したり変更したいなという場合ですね、この場合はこの表の上でダブルクリックをすると、このようにドキュメントのワークシートが起動してくるんですね。つまり保存してあるのはこのワードパッドの中に連動してあるということになります。なのでこれをいちいち保存しなくてもいいということですね。×ボタンで閉じます。では今回はこのハートはちょっとおかしいので、これはちょっと削除しておきます。この Excel に関しては中央揃えなどができますので、このようにしておきます。今回この下に画像を挿入します。せっかくね同窓会のご案内なので画像を用意しました。では画像を選んで開くをクリックします。するとどうでしょう、これワードパッドでここまでのことができるということで、結構皆さんご存知ない方多いんじゃないかなと思います。これが標準のマイクロソフトの標準アプリとして搭載されているので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。では最後に保存する場合ですね。ファイルから名前をつけて保存、これをポイントすると、いくつか保存する方法がここに表示されました。一番上にあるリッチテキストドキュメント、これをクリックします。同窓会のご案内 .rtf とあります。これで保存をいたします。するとリッチテキスト形式のファイルとして保存することができました。例えばこの文章をメールで誰かに渡した時ですね、その相手の人が開く端末がワードがあれば、ワードが自動的に起動してきます。ワードとして名前をつけて保存することで、ワードの編集がこの後できるようになります。だけどこの文章を、ワードがないような端末に送った場合ですね、その場合はこのように文字だけになってしまいます。せっかくなので表やそれから絵なども一緒にこの状態で、iPhone などに送りたいなという場合は、これ見てもらうだけでよければ画像として保存するのが一番いいと思います。どんなスマホでも画像なら閲覧することが可能ですね。ではこれは以前にも行いました、絵として写真としてスクリーンショットしておきたいと思います。 Windows ロゴキー Shift キー S をクリックして、この状態になりましたら左上から右下にドラッグをして離します。今スクリーンショットを撮りました。では今回は Gmail を表示しました。この状態でコントロール V
を押すと、このように画像1枚として貼り付けることができました。では送信をします。メールが届いたのを確認し、クリックをすると、このように結構綺麗に画像が貼り付いているのが確認できました。まあ、相手のデバイスがね、どんな環境で見るかわからないような場合は、写真という手を使うということも一つ覚えておきましょう。その場合はね、必ず編集することはちょっと困難になりますので、まあ、マーカー引いたりするぐらいですかね。では今日はここまでにしたいと思います。今回はワードパッド、もともと Windows には入っているアプリケーションになります。これ以上の凝ったことをするのであれば、もうちょっと違うアプリを使った方がいいと思うんですが、ここまでできれば十分という方は、ぜひ Windows アクセサリーの中にワードパッドがあるはずなので、ちょっといじってみてはいかがでしょうか。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では今日はここまでにいたします。ごきげんよう。またねー。